えっと今日も赤城神社へ失踪事件をやります。で、これ結論としたいということで、結論、この事件の結論を出そうかという感じでやっていますんで、これね、前回の動画のコメント書いてる時にね、まあ、一応失踪の件について一応説明したんですけど、図で書いた方が早いなと思って、えー もう一回図で書いて説明しようかなと思っておりまして、えー、ございます。で、まあ、赤木神社の主婦の一つでこんなんですけど、主婦、これか、これまあ、結論から言うとですね、これはですね、完全なるですね、えー、遭難事件です。あの、連れ去りとか、拉致とかはないです。単純にこの主婦の単独の遭難事故です。はい、紙隠しとかではないでこれ、単なる本当に遭難事故です、ただの、これは。うん。 それでどういう風に遭難していったかっていう感じなんですけどもこれはだからもう完全にあの認識の違い認識の違いですね認識の違いというか,なんかま,あまあ要する感じですけどまあどういう感じなのかっていうとあのこの方ね前回も来てます。 来てるらしいです来てるらしいってのはこれはなんかどっかのサイトで書いてたんですけどまあも、ま、つれるかこれは間違いないだろうなと思います。なぜなら一人で行ってるからです。これ初めて来る場所だったら旦那さんとおじさんが「じゃあちょっと雨だけで雨だけどちょっとお参り行ってくるわ」って言った時に「ああ私も行く」っていうのが普通なんでついていく <laughs> ね。普通そうなんで一人で行かないんですよ。だから前に一回来たことあるんでしょ 私もちょっと再生上げてくるって言って、101円持って行ったわけでしょ。バとあと、あと6分後にね。だからこれ、だから前に来たことある人じゃないと、れはできないわけですよ。ある程度道を知ってないと分かんない。山道までの行き方とか知らないと、まあ、まあ案内板乗ってんだけど、うん。でもこの方、案内板見ながらは行ってないんですよ。 だか,ら前回今だから前一回来たことあるから自信はあったんでしょうそらく。でえー、行ったんです。で旦那さんとおじさんとこの主婦って一回待ってないんですこの神社の中では。で水汲み参拝って水汲みって帰ってくるって言っておじさんと旦那さんは出発してたんです。それ6分後に主、ね、婦この主婦の方追っかけてたんですけど。 回ももっっててなないいんんでですすすよよれ違だから間違いなくこ,この道を通ってないんです。前回はこのここからこう通ってこう行ったんですけど一回も会ってないってことはここを通ってないってことはここはまあ別だから道の別な方行っちゃったんでしょっていうことになるんですよ。だから前回の動画で雨傘もさしてたことだし 雨,雨当時雨降ってましたサンダル履きで足元が悪いから水たまりもあるし <laughs> びちゃびちゃだし泥を跳ねるしみたいな慎重に歩いていかななんないからどうしても下を向いて歩く傘を差して下を向いて歩くことになりますよと、ね、で傘を差して歩くとだって視界なんてこんなもんですよと道がこう続いても傘,傘で隠されますからこうやって。 だからほとんど視界の上半分がもう肩で下げられてるからしかも止めてもらったらじゃさらに下を見たら下向きながらずーっと歩いてるからこの最初のこう水込み場合に曲,が曲がり道を、ま、曲がるところを間違えて、まま、曲がらずにまっすぐ行っちゃったんだろうとでここで t ュー路でぶつかるんですよずーっと歩いてたらあれ道がな、ね、いあれ t ュー路だみたいな感じでここでただずんでるところを見,見,ら見,見られたんじゃないの で西の方向に歩いてたって言ってんだからだってそのまま <laughs> うん多分これ多分彼女的にはこっちが本殿だと勘違いしちゃったんでしょおそらくでずっと本殿の方に行けると勘違いしてだから本殿の方に行けると勘違いしたんだけど行ってたら例えば本殿が出てこないから <laughs> 僕どんどん中山道になっていくとおかしいと思って本殿取り過ぎちゃったかもしれないと思って えー、右に曲がれば本殿出れると思ってこっちで曲がっちゃったんでしょうとつまり、えー、あのー、こう言ってここを本こっち側が本殿と勘違いしてずーっと行っちゃったと行っちゃったんですね行ったんだけどなかなか本殿が出てこないから、えー、彼女的にはあれおかしいなと思いながらですね 本殿通り過ぎたかもしれないな。あもう一回右に曲がれば本殿の方に行けるから右に曲がっちゃおうって言って曲がっちゃったんですけど、さらに神社が遠ざかって形になって、この断崖絶壁みたいなところで立ち止まっておかしいってことになっちゃった。ここで遭難が発覚したっていうことだったのではないかと。これが私の出した結論でございます。で、これは原因は何かっていうと、主婦の認識と実際の道が全く違ってたっていうことなんです。これがほぼ原因です。 あの主婦の認識はここから、まあ、こう水場がここ水場が水汲みばかりありますで旦那さんはここからこう行ってこう行ったんです <laughs> 旦那さんは旦那さんとおじさんはここからこう行ってこう行って本店の方に向かって帰ってくる予定だっただ彼女も主婦の方もここからこう行ってこう行く予定だったのだが。 当日、傘出していて雨降ってたから、まっすぐ、ここ、ここを曲がらず、まっすぐ行っちゃったんだと <laughs>。まっすぐ行っちゃったところに、T 字路が出ちゃったから <laughs>。で、この方は、この水組み場のところまでしか行ったことがないわけだ。こ、こっからこの下の、このルートしか知らないんですよ。で、この先の道がどうなってるか知らないから、知らないんですよ。で、初めて行くのとこなんですけど。で、彼女なりに、 戻ればいいものを、ここまで来たら戻ればいいものを、あ、本店右に曲がれば本殿行けるんだと思う。行け,けるよねって。もどももめんどくせえから、じゃここ右に曲がっちゃって曲がっちゃったんだろうと。おそらく。彼女の認識はこうだから。あのー、ここに T 字路があって、本店の真裏に道路があって、ね、ま右に曲がれば本店出れるでしょう。もしくは本店の手前か奥裏、本店の 手前に出あ最初だから本殿の手前に出れると思ったんじゃな多分お,お,おそらくこれ。で曲がっていっちゃったんでしょ、バーって。距離感からして。ところが、なかなか出てこないから、なかなか本殿が出てこないから、あれと思ったんだよ。 だ水く水首のところに出るってう認識がないです。水くび場のところはもう間違ってる。みみ水水び場のところはストレスゲーたって、それは認識はあるから。まっすぐ行ったところに T 字路ができたから、もう本当は最初の頃は、だから本店の手前のところに出るものだと思ってたのここ,ここが T 字路だと思ってて、ここをこう行けば本店出れるでしょうと。だからこう曲がって、だ何の疑いもなく曲がっちゃったんだ、ここ。曲がって、でも本店が中なか出てこないから、あれ もしかして本殿の裏かなと、はあ。本殿の周りは出ちゃったのかなと思う。出てこないから。あれ私そんな遠くまで来たっけみたいな感じで。でも本殿出てこないから、あ、奥まで来たんだろうねという形になったんだと思う。彼女的には。ずーっと歩いてもない方が出てこないから。だから、で戻ればいいわけですよ。<laughs> 戻ればいいんだけど、戻らないんです、このだだから、 急いでだしで時間はなかったからそんなにすぐパッてってパッて帰ってくるみたいなこと言ってたからもう戻れないか戻るぐらいだったらここから右に曲がって本殿に行った方が早いじゃんなるわけですよどうやって普通だから左、ま、に右に曲がったんですよここから適当なとこだからで彼女的にはこの本殿を一周ぐるっと回ってる感覚だったんでしょうけど実際にはこっち行ってるんですようん あのこ,こ,ここからこう行ってここ右に曲がってこうずっと行って,ってあこっあこっちの T 字路をこれと勘違いしてるんでしょこれをこれと勘違いしてるんですよでずーっと行くてでこれをここら辺と勘違いしてるんですよで、まあ、何の躊躇もなくここ曲がっていくわけですよでどんどん神社から遠ざかっていくんですよ遠ざかっていくんだけど彼女は逆に神社に近づいてると持ってるわけよ思い込んでるわけですよ 実際には実際こんなところ歩いてるのにえ実際には彼女が認識としてはこうなんだけど実際はこうなんですよここまで来てるんですよここでで2人とここの崖縁どこまで来てあれってなったっていうこれが真相だと思います原因は多分このカーブを認識してなかった可能性があるんですねあ若干ね右に曲がっ左にあ左にカーブしてるなーぐらいの感覚があったんでしょうけどそれほどなんかその ここまで方角,角とかずれるぐらい曲がってる認識はなかったと思うんです。うん。だから、彼女的には、ほぼ、実際はこんぐらい曲がってるんだよ、こっち、実際は北西の方向に向かってるんだど実際には北西なんで北,北西の方向に向かってるんだけど、彼女的にはほぼ,ほぼ真北の方向に向かってる感じで、で、真北の方向に向かってる感覚だったんですよ、彼女的には。 で、最初 T 字路が出ました。最初の T 字路が出ました。えー、で彼最初彼女はここに T 字路があると感じるかと思ったんでしょ。だから、ここ曲がれば、本殿の、ま、目の前で、出れるで、出れるじゃんっていう。水くみの裏取って、本殿出れるから、曲がっちゃ曲がっちゃって曲がっちゃったんだよ。 なかなかのでももしかかなかなな出てこないから、本殿のここが。このポイントが出てこないから。あれ、もしかして、本殿の周りま,ま,まで行くぐらい奥まで行っちゃったのかしら。え、そんなのありたっけでも出てこないんだから、本殿の周りなんだよねってでって、だーっと歩いてたんだろうと思いますよ。だーって。で、この距離感覚も,もう分かった。もうむちゃくちゃなんですよ、この距離感覚も。だから、この自然で、いろいろ考え事うとしながら歩いてるから、しかも。何をお願いしようかなとか。 孫もできたし娘の孫もできたし孫も孫の孫の成長も見たいし長生き長生きお父ちゃんの長生きも、ね、お願いしようかしらなんていろいろ考え事してたからバーッと歩いてたらかなり歩いちゃったでも本殿出てこないおかしいああ本殿通り過ぎちゃったかももしかして通り過ぎちゃったかもなだからこう曲がれば本殿出れるでしょうで彼女てかここら辺本殿のここ 北東側を曲がった、左に曲がっ右に曲がった感覚なんだけど、実際にはここを、ここら辺からここ曲がってるんだよ、ほんは。いい手と立てば神社が出てこないんだよ。でも当たり前ですよ、こんなとこまで。ここが神社だと、こんなところにいるんだから、だって。で、こっからでもここで遭難始まって、ぐるぐるるしてたら、もうなんか、いや、あ、まあ、も,もっと来た道戻ろうかって思って、 慌てて山道をサンダルパッケで歩いてたら根っこにつまずいて転倒してどっか腰骨折ったかあの転んだ時に頭打ったか傘でまだ、ま、基本的に傘で片手塞がってますから、えー、そのまま顔面からドカンっていっちゃって頭の骨折っ 気なったか打ち所ころが悪かったかそ,れその時点で打ち所ころが悪くて、えー、草むのところで倒れてたのが今までの発見されてないかもしれない、うん、あります。うん、で当時だから捜索範囲がどこまで捜索範囲だったか分かりませんが見つかってないんですよね。うん、いやも,もしかするともうちょっと本当おっとここで遭難が発覚した時に。 もう自分がどこにいるかわかんないとそこから本当にこの辺からさまよいまくってさまよいまくってもっとどんどん奥の方に行っちゃった可能性もあるし斜面登るかなと思うんだけどねこれねもしかこ本当は前,前の動画でこっちに行ってないでしょうと思ったんだけども本当はもっとこっち側の方に出ちゃった可能性もありますよねでもねうんうんもしかすると、うん かこの辺更によじ登ってって逆にねここもいやまたじゃ道に迷ってない迷ってない高いとこ高いとこ登ればみたいな,それはないそんな体力ないかなでもね、まあ、でもっともっとことで帰ろうとして帰ろうとしたんだけど音楽が分かんなくてこの辺うろうろしててここ,こっちの方にありってってさらにドツボにはまった可能性もありますよね。 うんでもこれなんか樹木雲が見たらあんだけど地図で見るとこの辺に樹木があんだよここ辺にねここにねうんだからここら辺まで行けば助かったかもしれないんですけど彼女ない関西方角が方向感覚ぐら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 しちゃったんでちょっとあれだったかもしれませんで多分だからここら辺 多分だからエイヤとしてはここら辺で多分遭難してるんだ遭難したと思うんだよこの,この,こ,のこの急斜面の麓あたりで多分遭難してるんだけど多分捜索隊はここまで探してない,というような気がしますおそらくはうんだから 300m 神社から 300m も,もの入っていかないでしょうみたいな当時雨降ってたからって前の動画でも言った通りサンダル履きで48歳の主婦がそんなに遠くまで行かないでしょうと 3歳取りの人だとそんなにそんなかんな格好であんな山に入っていかないですよってそういうのが意見があってじゃあ人員もそんなに限られてたことからじゃあなるべく神社の周りを点重点的に探しましょうって捜索方針が決まったんでおそらくこの方が倒れたところまでは捜索点は行ってないと思うんですだからいまだに見つかってないんだろうと思いますうん だと思いますよ多分これが多分これがこの事故の原因だと思いますあのー、まあしかがないんだよだってそれだってま山の探して探し道だって山菜採りの遭難するとか結構しょっちゅう遭難入るからあんなサンダル履けで山菜採り行くやつっていないからだいたいうんだからそんな山奥は入れないでしょ山は逆に山を知ってるからこそそういう考えになっちゃうんだよね 山を知り尽くしてるからこそですよ。だから。いや、サンダルでしょ。サンダルであんな斜面登らないでしょ。滑りますよ。雨でしょ。ど泥,泥道ですよ。芝、草むら行ったって滑りますよ。あれって。そんなまとめに歩けるわけないじゃないですか。だからそんな遠くに行ってないですよってなっちゃったんだよこれ偶然だから、しょうがないよ。うん。それ偶然ですよ。やっぱりそれ偶然の、です。うん。 仮にこの方が運動靴履いてて、あ晴れの日だったら多分見つかってたと思うんですよ、やっぱり。奥まで行った可能性があるから、それこそ。うん、それだったら奥まで行った可能性が、もうこの方がもっと動きやすい格好でもう、なんか、で、遭難してたら、もう多分みんなこの辺まで探してたと思うんですよ、もう遭難してるかもしれないって、さまよってるかもしれないって言って。 見つけてくれたかもしれませんけど当日の格好がやっぱりサンダル化けだったっていうのがあっていや参加んが山のポロっていうのがあって、まあ、それがあって、まあ、そ,れがそれが偶然的にも、えー、不幸な方にかみ合っちゃって見つかなかったんだろうなっていうのはこれが私もこれが原因のことだと思っておりますだからあの基本ね低山層なんてこれが原因なんですよやっぱり思い込みなのよこれ全部思い込み うん、だから、だと思ってました、だと思ってますって言って、実際にはあの方角ずれてるのに、ずれてないと勘違いしたら行っちゃうんですよ。行って遭難するんですよ。これが低山遭難の基本です、これはあの。一番怖いんです、これが。で、低い山だと自分の家の裏なんか地図なんか持っていかないでしょ。だって、慣れ親しんでるからだって。えー、そんなもんですだから、距離感の違いもあるんですけども、まあ一応こんな感じ。思い込みが 多多分招いて多分てに至ったんだろうと単純な遭難事項であると私は結論付けました。はい、えー、いかがだったでしょうか。はいえー、今回、は赤毛神社遭難失踪事件こういうことだったんじゃないですかということでやってみました。以上です。はい